どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽楽しめるようになりますよということで、超簡単レッスン日々公開しております。今日もレッスン始めていきますよ。はい、今日は G ラブのブラックビューティーモデルと、初めてウクレレを使ってレッスン公開していきます。この初めてウクレレ、例えば Amazon で大好評発売中、ちょっとチェックしてみてください。さあ、本日取り上げるレッスンテーマソングはこちら、ドーン、スマップのシェイクです。シェイクシェイク、不気味な胸騒ぎ。これは元気になっちゃうやつですよ。今この時期2023年だからこそ、こういう元気もりもりな曲をファンキーに歌っていきましょう。やったー。これね、かっこいいバージョンはね、なかなか面白い要素満載でね、なかなかですよ。シンプル簡単バージョンは簡単にしてますからね。いつものように2バージョン。最初はゆっくりシンプル簡単バージョン、初心者さん向けにゆっくりやります。でも今回この簡単バージョンではね、この2つのコード、これがですね、ちょっとどうしても避けられない。この押さえ方もね、じっくり後で解説しますけど、これ、分かっちゃうとなかなか簡単なんでね、シンプル簡単バージョンもこのコードを使って、かっこいい響き再現していきましょう。後半はかっこいいバージョンです。これはね、今回面白いフレーズ山盛り。ご期待ください。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ、皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やってみたいけど、全くやったことないですとか、楽器にチャレンジしたんですけど、挫折しましたみたいな、そのあなた、もうあっという間にできるね、もう革新的でものすごくいいレッスン動画公開されております。やってみたいなと思った方、概要欄にガズレレのウクレレの始め方、リストになってますんで、その動画を見ながらね、どんどん練習していってすぐできますからね、やってみてください。このガズレレ YouTube レッスンなんですけども、で、課題曲2000曲近くあると思うんですよね。皆さんの好きな曲きっとあると思います。どうせレッスンするんだったら、プログラムに応じてやるのもいいんですけど、自分の好きな曲やってみるのもいいと思います。そんな場合はですね、やってみたい曲名スペース、ガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくる可能性あると思いますよ。はい。で、ホームページに行くといろんなジャンルボックスとかいろいろあってね、いろいろ選べるようになってますので、ぜひどんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、そういうわけでレッスン入っていきましょう。まずはシンプル簡単バージョンの方からいきます。スマップのシェイク、ガズレレレ簡単バージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ダウン、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 ダウン。仕事もない、早起きなんかしなくてもいい、君と昼まで眠れそう。テレテン、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 あー、渋滞のタクシーも、テンテンテン、テン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 、しない。
スマップのシェイクガズレレ流シンプル簡単バージョンやっていました。めちゃかっこいい。ファンキー。これ4つ目きでもね、歌のノリがいいんでね、なんかやっぱりこの元気の躍動感が出ると思います。心込めて元気もりもり歌っていきましょう。さあさっきも言いましたけど、この2つのコードちょっとなお抑えづらいかもしれない。後で解説しますね。まあ、ひとまずは、これでやってみてください。で、今のバージョンはかなりショートカットバージョンアレンジなんですけど、これはね、スマップさんがテレビでやってる時に、やっていたテレビの、ショートカットアレンジバージョン、テレビサイズでやってたんで、これをちょっと参考にさせてもらいました。フルでやりたい方、これを参考に、フルコーラスのあのコードを書いて歌詞を書き加えて、いずれはですねフルコーラスの楽譜自分で作ってねやってみるのもいいと思うんですけど、まずはこの簡単バージョンで、もりもり楽しく練習していきましょう。ガズレレの動画には歌詞とコード出てますから、それを見ながら一緒に演奏していただいて、ウクレレ弾いて、どんどんやっていただいて、1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンと一緒に演奏できるようになったら素晴らしい1個目のゴール達成ですよ。はい、おめでとうございます。できるようになった方はですね、次のステップにどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、ガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやってほしいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード丸暗記するのは結構大変ですからね。最初は楽譜を見ながら何回も何回も練習していずれ覚えちゃって、大空にこの晴れた空に向かってシェイクシェイクブギーと歌っていくのがいいと思います。アンプって言うんですけどね。あ、でも最初はまあそうだけど、楽譜も何どこにあるのという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、見てください。はい、ガズさんのこの手書きノート、もう35冊目です。このノートの中に、書いた、自分で手書きで書いたこれをやっていったんですね。で、これちょっと見てもらうとわかるんですけど、これいっぱい書いてあるでしょ。これかっこいいバージョンでここですごいかっこいいフレーズが入るんですけど、簡単バージョンはこんな風にねシンプルになってますね。はい、安心してもらいたいんですけど、これもうちょっとしたらこんな風にでっかく写してみんなもこの通りに書いてみたらいいじゃんとシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってるんでシェアさせてください。ガズクラブです。ガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたスマップを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のもう山ほどのストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やりたいな、この曲いいなみたいな感じでお選びいただいて、お手元に即座にデジタルデータとしてダウンロードしていただけるという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めてもうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですねガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝7時半から365日とってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。シェイク、スマップ、テレビサイズのショートカットアレンジバージョンですよということです。これイントロなんですけど、見てください。イントロ丸1、イントロ丸2があって、2つのフレーズがあるんですね。で、シンプル簡単バージョンはご覧のように C を4つ分弾いていて、最後止まるだけなんですけど、こうかっこいいバージョンでは1と2ってそれぞれ違うフレーズを弾いていくっていう、これ後でじっくり解説しますからね。で、これを弾いてもらって、で、ここから A メロが始まります。こんな風に大きく映しておくんですけど、ここで登場するのがさっきちょっと解説した F7 ですね。F7、これ押さえ方ちょっと特徴があります。ここにもこう書いてあって、これかっこいいバージョンでこういうフレーズ入れていきますよって、大体こういうに下に書いてあるやつはかっこいいバージョンと覚えておくといいかもしれません。はい、こんな風にカメラに大きく映しておくんで、皆さん一時停止で書いてもらうか、あるいは今紹介させてもらったガズクラブで、このガズのノート楽譜のでデジタルデータダウンロードもめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴見てください。この V とかこの言葉の上に点があるじゃないですか。これでリズムがわかるんですね。ここちょっとやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー、うん、今日会わないって、はい、ここ、休符なんですね、この V の字は。はい、うん、今日会わないって、うん、ね。
ここにも給付があって、君の電話での上に点があるから、これでで、ね、リズムがわかる。あと歌詞カードには出てこないこの伸ばすところとか、こういう風にくるっと囲ってるやつ早口で言うよみたいな、こんなニュアンスがとってもわかりやすく人間味たっぷりで、描かれておるんで、ガズクラブでこの楽譜のゲットもめちゃくちゃいいと思いますが、お時間ある方は書いてください。はい、一時停止ここまでね。はい。そして、ここから B メロ。で、ここで出てくるのが、この Cm7。これもちょっと押さえづらいコードですけど、後で解説します。大丈夫です。ここもいっぱいフレーズがね、かっこいいバージョンがめっちゃ入ってくるんでね、ここがね、かっこいいところ。なかなかかっこいいバージョン奥が深いですよ。ここはこんな風にワンブロック追加されてて、で、イエーイ！で、ここからサビです。はい。嬉しいやつ、これ。shake, shake, boogie, in a mood, 騒ぎ。これはもうね、元気になっちゃうやつですよ。で、これが、そのテレビショートカットサイズのサビなんですけど、本来はこれがね、1番のサビなんですけど、これ2番のサビと 1番のサビが合計でちょっとロングバージョンになってるということです。これを参考に、これ繰り返しなんでね、コードは。歌詞が変わっていきますけど、はい、ぜひこれ参考にしてくださいと。で、最後ここ。はい。二人ならやれるやーで言って、これ、イントロを触れ、イントロのね、丸2に戻りますってことは、こっち、シンプル簡単バージョンは同じ C なんですけど、これメロディーが変わるんで、かっこいいバージョンで、ここ、丸2のメロディーが入ってくるよという、これがガズで、オリジナルショートカットアレンジでございます。ちょっと出てくるコード見ていきましょう。ちょっと今日コードが多いんで、まずね、この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるちょっと高難度なコードなんだけど、今日はこの2つが出てきちゃうよってさっきから言ってます。簡単バージョンから F7 と Cm7、 これもちょっと一回隠させておいてもらって、今映ってるのこれ、これはですね、それ他のいいコードなんだけど、いっぱいあるように見えるけど、これ簡単コードなんです。ちょっと言っていこう。 C と Am と C7、FA7、Dm、G7、E7、Em7。 これね、ここに9つコードがあるんですけど、今映ってるこのアルファベットで書いてある9個のコードはガズレレではもう大変便利な安心な入門コード、このグループです。はい、ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、毎月、このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このウクレレで音楽始めたいなと思っている方に最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあるのかとか思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらめちゃ簡単。でもいっぺんにトッとね、10個いっぺんに覚えようと思ったらもうごちゃごちゃになっちゃう。そこで私が皆さんの頭の中にスイスイ覚えられちゃう、楽しく覚えられちゃう最高のレッスン動画公開してます。概要欄にガズレレ必須コードの覚え方 URL 貼っとくんで、ぜひ動画で楽しく覚えちゃってください。今日そのうち9個だからね、ほぼ出てくるぞということでございます。はい、まずこれは基本なんですけど、はい、シンプル簡単バージョンで出てきちゃうこの2つのちょっと厄介なことを解析していきましょう。まず F7、 これはですね、ちょっと簡単です。これね、ガズレレオリジナルの F7 の押さえ方って覚えておいてください。まず F を押さえてください。入門コードの F で、この薬指見てここです。はい、3弦の3フレット。F に3弦の3フレット。これでいいです、F7。ウクレレの正式なコードはここに1弦の3フレットつけて4本指なんですけど、これだけでも十分に F7 の響き再現されてますんで。はい。これでいってみましょう。これ結構、こうやって言われたら簡単じゃないですか。F を押さえておいて、薬指で3弦の3フレット。なんとかこれはいけると思います。そして B メロの、おー、渋滞のタクシーも、この Cm7。これはどうしたことかということなんですけど、指一本シリーズなんですね。これ、制覇とかバレエとか言われるものなんですけど、こんな風に押さえて、親指と一緒にこう挟み込む。んで、ここにスペースがないとダメです。これ握っていたら できませんからね。親指とこの1対1でこうギュッと、制覇とかバレエとかこれ言うんですけど、なんだけどこれ Cm7 の場合指一本なんですごく裏技が使えます。この余ってる、この中指でダブル押しです。これ、ちょっと力ない人はこれすごい有効ですよ。グッともう一回押してやったらね、気持ちよくなりますから。まあ男性であればこうキュッと挟み込んで、洗濯バサミみたいにキュッとやると、これ制覇バレーと言うんですけど、これでいけると思いますけど、女性でちょっと力足りない方はこれでちょっとサポートしてあげるといいかなと思います。で、この Cm のガズの場合はですね、この曲の中の流れで、薬指一本でこう押さえてますね。こういう風に押さえてます。なんで、この親指をこっちに入れて、テコの原理を使ってこうひねりを加えて、こういうひねり、こういう力を加えると、テコの原理でこれでもいいと思いますよ。この2本で押さえるとか。まあ、とにかくですね、この3フレット全部を、これでもいいし、まあ、ちょっとうまいこと、ちょっと工夫して、ぜひこの Cm7 押さえてみてください。ちょっとね、こういうコードも出てきちゃうんですけど、曲全体像としてはすごくファンキーでソウルフルで、元気が、なんか出るっていうのはやっぱりこれは音楽にとってはすごく大事な要素でございますからね。今のね、こういうちょっと元気が足りないと思われる。そんなことないか、僕元気ですからね。いやいや、もりもり元気っていっぱいあったっていいわけだから。そんな気分で、
やっぱね、音楽って感情表現だから、それが大事ですよ。元気もりもりで歌っていってください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではですね、ここにね、3つかと思ったら2つでした。2つのコード追加でした。これちょっと見ていきましょう。まず1個目、Gm7 という。これもね、ちょっとね、苦手な人多いです。押さえる場所、こことここと、この3箇所。これをギュッとこう2つ、こんな風にね、反り返るのがいいんですけど、こうやってやって、こういう響きなんですよね。で、これがね、こう指反らないよっていう方、結構この形にならない方が多いんですよね。そういう方は、こうとか、こうとか、うまくちょっとここ、こういう風でもいいし、こういう、ちょっといろいろトライしてみてください。とにかく、こことこことここの3箇所。これがね、Gm7 から C7 っていう響きがいいんですよ。Gm7 から C7。はい、これ A メロで出てくるコードです。で、今日ね、欠かせないのはこれ Fm だね。Fm コードがですね、これも A メロで主に出てくるんですけど、これも初心者さんが突っかかっちゃう、有名コード。はい、ここと、こことここですね。こんな風に押さえるのが教科書通りですが、ガズーさんはこうやって押さえます。これどっちでもいいですよという風にガズレレではご案内していまして、このことについてちょっと詳しく解説している動画があるんで、Fマイナーちょっと深く知りたいなという方、概要欄に解説動画、私の濃厚解説動画レッスンシェアしておくんで、ちょっとそれをご覧になりながら Fマイナー張り切って押さえていってください。で、今日はね、出てくるリズムはですね、すごいファンキー&ソウルフルな16ビートのチャですね。これはですね、気持ちがいいですよ。あとね、フレーズのところでは16ビートというリズムが出てくるね。なんでこれ2つの今日リズムってことになるのかなと思うんですけど、はい。このリズムの弾き方は概要欄に、URL 貼っておきます。ウクレレでできるリズムのいろいろというところで、そこのね、リンク先に行ってもらうと、16ビートのチャット16ビートの濃厚解説レッスン動画が出てきますので、ぜひね、じっくり見てください。そして今日はおまけなんですけど、この動画めちゃくちゃ今日も役立ちます。これファンキーでソウルフルなリズムってすっごいかっこいいんだけど、めちゃめちゃ奥が深くて難しいんですよね。カッティングもちょっと混ぜるとすごくいいんで、まあ、この動画ちょっと参考になるか、ぜひ見てみてください。すごいね、この曲はやっぱりね、ファンキーなんですよね。これがですね、いい感じ。元気の元でございます。はい。で、そのさっきから言ってるようにこういうフレーズが今日出てくるって話をしてるんですけど、今日はちょっといきなりですけど、そのフレーズからいこうかなと思いますね。まず、二つのフレーズがあります。これ解説していきますけどね。まずフレーズ1。これは、イントロのド頭で出てくるフレーズなんですけど、C 押さえたまんま、C 押さえたままですよ。2弦の3、5、6、わかる ?C 押さえたままだから、こういう風に押さえちゃうのがいいと思います。で、3、2弦の3、5、6でフレーズになるんですけど、こんなフレーズです。ゆっくり。1、2、3、はい。3、5、6、5、3、3、5、6、5、3、5、6、5、3、3、5、こんな感じです。はい。これを数字で表すと2弦ですよ、これ。1弦は3フレット押さえたまま、C 押さえたまま、2弦をこれを弾きます。もう一回いくよ、せーの。3、5、6、5、3、3、5、6、5、3、3、6、5、3、3、5、な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 。こんな感じです。タン、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 こんな感じですね。これに余裕でできたらチャを入れたい。そうすると、これちょっと難しいフレーズですからね。ガズさんの指を押さえる。これね、ロックフォームだとちょっと難しいです。クラシックフォームでここにスペースを空けといて、こんな感じですね。これかっこいいでしょ。これがフレーズ1です。イントロフレーズ1。これ曲の中でもこのパターン出てくる。慌てちゃダメよ。これ、しっかり練習していきましょう。ちょっと練習しとこうか。ゆっくり。ワン、ツー、サン、はい。感じです。これがフレーズ1。じゃあ、引き続きまして、フレーズ2に行きましょう。今度は、1弦を使った C のフレーズ。なんで、1弦が動くだけなんですけど、これをね、ちょっとタイミングがね、ちょっと早いんで、なかなか深いですよ。いきます。いきなり最初、1弦の6から。せーの。6、5、3、6、5、3、6、5、3、3、5、3、6、5、3です。わかる?これを、16ビートのストロークの中でやります。ワン、ツー、スリー、フォー。こんなフレーズですね。
口で言ってみるとメロディーを口で言います。せーの、でん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 、はい、一弦の653653653653653なんですけど、この他の弦も全部弾いていいですかね。 C のメロディーの上ですから、これはジャカ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 、右手は、まあ、疾走ビートみたいに弾いてるだけなんですよ。これが結構早い。テンポもこの曲乗りよくて早いからね。このフレーズかっこいいでしょ。一弦の653653653653653です。ゆっくり練習。せーの。このフレーズではもう茶を入れられないんで、このフレーズを、練習して入れていきましょう。これでイントロだけじゃなくて曲の中にも入ってくるんで、これは脳トレになりますよ。じゃあ、曲の解説いくんですけど、曲の中はさっきも言ったように16ビートの茶でちょっとカッティング織り混ぜた方がよりベターですけど、まあかなりファンキーな。スピードも結構速いんですよね。このノリがやっぱりね、元気の元だと思うんでね。ちょっと、A メロやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。今日会わないって君の電話、僕もいい。ここで Gm7 思っていた、テレパシー Fm ゲーム。ここでメロディー 2番です。これは今のはイントロ2番のメロディー。こんな風に曲の中に入っていくんですよ。でまたこれ A メロの2番これやるんですけど、B メロ、ここではですね、一番の、イントロ一番のフレーズになりますね。おー、Cm7 から、おー、時代のタクシーを、でん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 、でん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 、おーっていう感じ。進まなくった、ここ、でんでんでん、イライラ。ちょっとだけど、イントロ一番のフレーズを B メロでは、挟んでいきますということで、これはかなりね、脳トレですよ。リズムをキープしながら、このフレーズを弾きながら歌を歌う。どんだけ脳トレなのっていう感じですけど、できるようになると、このスポッとこうね、パズルがハマった気持ちよさ、ぜひご体感ください。だから、やっぱりね、フレーズ1とフレーズ2をしっかり頭にね、リズムをキープしながら弾けるように叩き込んで、体にこう、叩き込んでおく。これが大事になると思います。はい。そして、サビに行くんですけど、その前にタッ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 タ、ちょっとね、おかずというか、入れてみようと思います。今の、B メロの最後から、ゆっくりね、進まなくったってフレーズ1、イライラしない G7、ここ、チャッタ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 ッチクバーン、チェイチェイみたいな、ダッタ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 ッ、これはカッティングできる人はカッティングしてもらいたいなと、なんだけど、こんな感じでちょっと普段と違うリズムでサビに行く前に、今からサビに入りますよみたいな感じで軽く盛り上げておいて、で、ここから、シェイクシェイク、なんて、これこっからも気持ちがいい16ビートのチャですから、ここはですね、なるべくこう安定的に元気もりもりパワフルにいきたいです。だからワンブロック2個ずつなんでね、コードもね、思いのほか今日早く感じるかもしれないんですけど、サビはもうもりもりテンション高くいきました。で最後またイントロフレーズの2に戻ります。二人ならやれるやーてててあー、これ最後にまたこのフレーズなんですよね。これね、いやー、なかなか奥深いですよ。ぜひこのフレーズを織り交ぜたこの16ビートのファンキービート取り組んでみてください。そしてもちろん忘れちゃいけないのがこの歌詞のね、内容ですよ。なんか時代感をちょっとね、彷彿させる感もありますけれども、当時のスマップさんのあの元気の良さというかですね、あれはですね、今見ても元気もらえちゃうやつですから、はい、そんなイメージを持ってですね、パワフルに歌っていきましょう。さあ、それでは行きますよ。スマップのシェイク、ガズレレルかっこいいバージョン、やってみる。 1,2,3,4。 今日は会わないって君の手、仕事もない、
早起きなんかしなくてもいい。君と昼まで眠れそう。ガズレレ流かっこいいバージョン、元気もりもりパワフルバージョンやってみました。あのフレーズどうでした？これはかなりね、脳トレになってね、これは面白そうな曲になると思いますよ。この春のテーマ曲、春にはこういう元気もりもり曲がいいですから、ぜひとも楽しくトライしてみてください。さあ、お知らせです。この本出てますからね。はい、子供と歌おうソングブックがリットミュージカル5月12日に出たばっかり、大好評です。アマゾンでもいきなりカテゴリー3つか4つぐらい1位獲得しております。はい、この本の出版記念して渋谷のタワーレコードでイベント開催中、開催します。誰でも参加できるんですけど、ちょっとねこれ詳しく見ていただきたいんで、概要欄にそのね、タワーレコード、渋谷タワーレコードの参加方法など書いてありますんで、ぜひそっちもチェックよろしくお願いします。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんですよ。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもねガズが使ってるジーラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。